はいどうも皆様こんにちは、ワタピーことガルナです。スプラトゥーン実況プレイということで、今日はガチマッチをね、また引き続きやっていこうと思いますけれども、まずはいつも通り散歩から始めていきたいと思います。このアロワナモールなんですけれども、まあ、あそこに見えてますこの枠の中ですね、あそこがガチエリアとなってまして、で、まあ、こうやってビーって行くぞ者どもーっつってこう行った後、エリアの範囲がこんな感じ、結構デコボコしてますよね。うん、まあ、こういうデコボコしてるところが、範囲に含まれると。よし、今この色が変わったところが範囲ですね。で、まあ、その他にこの真ん中を狙撃するところなんですけど、よいしょ、にょっと上がって、まあ普通の縄張りバトルと違ってここに足場があるんですね。うん、足場があって、で、まあ、ここからこうチャージャーとかね、まあ、シューターのね、ちょっと射程の長い人たちがこう狙撃をしたりとか、あとは向こう側に高台ありますよね。あとはああいったところにも高台があるとね。基本的にはローダーの役割としては、あ、まあ、こういったところを乗り越えてくる、もしくは、ちょっと頑張って、よいしょ、頑張ってこちらから裏に回り込んで、まあ、敵をね、裏から強襲するみたいな戦法が、あ、まあ、役に立つというふうに思われています。まあやってみましょうね、ものは試しだ。じゃあアロワナモードやりたいと思います。さあガチエリアを確保して守り抜け、アロワナモールやってまいりました。さあこちらローラーは1人、向こうにも1人。さあ向こうはダイナモか。まあとりあえずここはどうしようかな。うん、まあガチエリアの方はちょっと友達に任せて、チームメイトに任せて、我々ローラーとかはね、裏方からちょっとねサポートする形でいきたいですね。であとここはとにかくダイオウイカがねできちゃえば、そんなにこれ来てるかな、来てはいないね。よいしょ、さてと、じゃあこちらから行こうか。来てるね、危ない危ない。よいしょ、でも1人来てるね。よいしょ、よいしょ、あーダメか裏から回ろうとしてもダメだね。さて、まあ早速40も取られてしまいましたけれども、うん、まあ伸びていきましょう。まだまだ慌てるような時間じゃなさそうです。スーパーショットでなんか頑張ってる人がいますね。さてと、そっからだ。さてまずはここにいる人がいるかな。さて裏を取れたので、はい、これでペナルティが痛いですね。さあ壁にも塗っておきましょう。でここにとりあえずビーコンでも置いといて、あ、ダイナモがいいのか、あそこに。ちょっと待って、あそこのダイナモなんとかしたいっすね。うん3方向からやってきてたか。さて、じゃあカウンターストップした。あ、ナイスでーすね、積極的にね、あの手を止めてでもね、ナイスは出していきたいですね。さあ、あ、なんか一人落ちたね。さてと、ここにいるね。よいしょ、オッケー。さてどうしようかな、上からサポートでもしようかなと思ったけど、ちょっと辛いね。ちょっと待って、あいつ倒しに行こう。あれ、あー、そちらから来てた、早いね。あ、ナイスです。さてカウントがストップされちゃいますね、これは。どうしようかな。さあ今折り返し地点、まだまだですね。さてのんびりとこっちから歩いていこうかな。さあ、どう来てる。そしたらね、絶対こちらから来ると思うので、私後ろから回りに行きます。この辺にね、よいしょよいしょ、これで OK だね。高台の方に行きたいな。来てるよね、よいしょ、はい。あ、わっしょい、わっしょい
わっしょい、わっしょい、ふふへい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 、やったよし、これはいいサポートができたと言えましょう。はい、ノックアウトですね。うん、まあいい感じにできたかな。改めまして皆様どうもこんにちは、おわたぴことガルナです。本日6月の20日に、新しく実装されたステージネギトロ炭鉱ですね。これもまあ、タコツボバレー、いわゆる一人モードではまあ、すでに皆様おなじみのエリアなんですけれども、わあ、ここも海の上だね。あ、水の質感綺麗ですね。まあ、とりあえず今日はガチマッチ、ここもやっていきたいと思います。ガチエリアが一つかな？あそこだね。うん。ガチエリアは一つですね。このように行って、ちょっと待って。狭くない？はい。今このエリア、色が変わったところですね。狭くない？ここだけですよ。でもここから敵陣はどう来るのかな？とりあえず自分たちはこの壁の上から来たけれども、こちらからも来れるのかな？よいしょ、登って、そうだね、こちら側から、まあ、チャージャーが狙っていると。で、まあ、あとは自分たちはこちら側からやってくるってことかな。うん、あそこがスタート地点ですもんね。なるほど。で、敵さん側は、こういうところ、ね、こういうところ、これ届きそうですね。こういうところが、多分、ね、チャージャーが狙ってくるところかな。うん。あとは、無難にこういうところとか。あと、空いたところも、いけるかな？飛んでいける？ジャンプ。うん、そうだね。ここからもね、狙うね。結構高台多いね。うん。まあ、あとはこう逃げてるときにこう間違ってうわーって落ちないように気をつけるっていうのもありかもしれませんね。よし、じゃあここもガチマッチやってみましょう。さあ、ガチエリアを確保して守り抜け、ネギトロ炭鉱。ちょっとね、いろいろと試してみたんですけれども、やっぱりここね、まあ、エリアまでの道のりがちょっと遠いっていうのと、あといろんな高台があるので、まあ、とりあえず先に、しまった。そっかそっかね、さっきはさ左側だったんだけどさ、今回こっち側なんだね。よいしょ。そっかそっか、ちゃんと始まった時対象じゃないからさ、右か左かどっちかっていうのをちゃんと確認しなきゃダメだね。しまったしまった、そういうことか。なんか来てる、来てるね。あ、ナイスです。左右対象じゃないっていうのは辛いね。いるよね。ハロー。あちら側にいるね。もう一人いるよ。さあ、不思議な薬を食らってしまったので、これは知ります。でもいいのかな、君そこまで追いかけてきたってことは、それだけ自陣がおろそかになって、まさか我々の自陣の方を狙っているというのか。なんか来てるね。大丈夫、来てない？大丈夫。さて、
仲間が基本うまくやってくれてますので、さあ私はどこからいか、あ来てるね、よいしょ、じゃあこちらから、よいしょ、はい、よいしょ。さてこのボムラッシュは怖いけれども、まあ問題なく終わるかな。あいいね、このメガホンナイスだよ。さあ今回は勝つことができましたね。あ終わり際のナイスも嬉しいですよ。うん、まだまだちょっとね、検討の余地がありますね。まず始まったらどちら側にガチエリアがあるのかちゃんと見極めないとここいけないですね。さあガチエリアを確保して守り抜け、ネギトロ炭鉱やってまいりました。新ステージどんどんやっていきましょう。さあこちらローラーは1人、向こうはシューターばかりですね。さてここですけど、この最初の金網のところで落ちないように気をつけなきゃいけない。そしてガチエリアはどっちだ、ガチエリアは向かって右側ですね。このちゃんと外側から攻めていきましょう。わっしょい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 、OK だね。よいしょ。これは勝てるね。勝てませんでした。うん。あ、クイックボウだったんだ、今やられたの。ってことは、あれ、相打ちじゃなくて、敵の援護で負けた。2対1とは卑怯な。さあ、ナイスです。確保してる。さて、そうなったら、ちょっと待って。逃げやすいように、ちゃんとこちら側の壁を塗っておいて、で敵が多分後ろ側から回ってくるかもしれないというふうなことを意識していますね。よし、じゃあこの辺ビーコンでも置いとくかな。これは巻き絵だ。さてとあそこにいるかってことは、あどうもこんにちは、よいしょ、登っていきましょうか。敵陣に攻めに行っちゃう、敵陣に攻めに行っちゃう、それもあるよね。ナイスナイス、オッケーオッケー。さてこちらが取ってるんだよ、危ない、よいしょよいしょ。そうですね、やっぱりこれ待ち伏せ戦法ありですね。ネギトロもこれ待ち伏せありですね。うん、ちょっと使っていきましょう。これローラーは裏方っていうのはありだと思う。うん、よし、では本日はこの辺りでお前にしたいと思います。お疲れ様でした。お相手はワタピーことガヌナでした。それじゃあまたね、バイバイ。